どうもポンシラです。今回はつい最近このキラベジが覚醒したんですが、なんと僕この子未所持なんですよね。なんですが僕だってキラベジを使いたいということで、今回はこのムキムキベジータを使っていこうと思います。このキャラはキラベジと同じ黄色属性ですし、名前もベジータで覚醒の枠でキラキラもしてるということで、もう実質キラベジですね。パーティーはこんな感じですね。それではやっていきましょう。さあ来ましたね、お相手さんはサイヤ人パーティーで、この3人に全開闇がたくさん乗ってますね。てかお相手さんもキラベジいますね。いやもうこれはどっちが本物のキラベジか見せつけていきましょうか。さあよろしくお願いします。とりあえず離れましょう。回避見て射撃撃って2連で撃って跳ねましょう。タックル回避いこうか。まずい、危ねえ危ねえ。冷静ですねお相手さん。おっと噛み合った。まあここは特殊からつなげていきましょう。いいもんやるぞ、いいもんやるぞ。オッケー、さあキラベジをどんどん削っていきましょう。いやこれ普通にウルベジが強すぎる。泥足無限だもんこの人。とりあえずウルベジ組んで圧をかけていきまして、欲張っていきましょう。マジか、ずらして、あー回避見て、必殺かうまい。単発でゆっくり抑えて、場に回復したよね。そうだよね、ピョンピョンしていて。危ない、単発読み暴発、タックル回避いきましょう。メイン切るしかなくて、もう回避読みするしかないよこれ。おら、あ入った、よしキラベジナイス。さあ必殺いきましょう。え結構出てる、結構出てる、いいぞ。キラベジ活躍してるよ。集中、これ集中しないと負ける。単発で抑えさせて、オッケー、危ね危ね。さあゆっくり単発で抑えて、タックル反応しなくていいや。回避見て射撃、オッケー、噛み合って、これはどっちでも飛ばせるでしょ。覚悟しろよ。さあ究極いっちゃいましょう。オッケーオッケー。さあしっかり真っ二つにしていきまして、打撃は振って、オッケー、釣れた、でかい。まあここはバダちゃんでライジング打ちましょうか。下がる、おでかい。さあこれでお相手さんキラベジ一体なんで、こっちのキラベジでとどめを刺したいですね。面切っちゃって跳ねましょう。ソカツ行くか、ソカツ行っちゃって、オッケー入った。さあキラベジ行け。 お前メイン切ってたの、いつメイン切った、それだけ教えてくれ。あごめんごめんごめん、じゃあいろいろミスった、いろいろ、あそうだ、さっき時止めで使っちゃったんだ。回避見て射撃、そのまま行きましょう。いやただこれ泥足ないから、いや引けるけど、引けるけど弱い。いやキラベジで決めたいんだ俺は。もう回避ミスる、よしナイスキラベジ。さあここは必殺で落としていくと。いやもうこれは完全にキラベジが活躍してくれましたね。まあ、バダちゃん経由しててあの火力はちょっとうんちすぎたんですが、まあ、最後ねしっかり決めてくれたんでよしとしましょう。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは名前がとんでもないことになってますねこの人は。トツもフラグもとんでもないということで、マジできつい気はするんですが頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。とりあえず離れましょう。回避見て射撃打ったんですが遅れてしまいまして、まあビーストで殴ってくるよなこれ。いやそうだよな、行って行って行って、まあルベジ君で受けていきまして、いや頑張って耐えて、本当に耐えて頑張って、もうちょっと頑張って、覚悟しろ。痛すぎる。まあただ回復はする。オッケーオッケー、ナイスタックル。単発出して、単発出して打撃屋にタックル合わせまして、 OK。 まあここは属性振り向こうの必殺だけぶち込んでいきましょう。さあメイン来るかな、食い固くいって OK。 これメイン押しててくれたらでかいんで射撃打っちゃいましょう。単発で抑えて、キャラチェンしてこないよな多分。さあどんどん射撃打っちゃいまして、単発で抑えて、うんまあ跳ねときましょう。さああの名前にだけは負けたくないよ。ぴょんぴょんしといて、タックルかぶせて、何してんだ。さあここはしっかりとコンボ取れていきまして、いやドロスク2段階とはいえど積万が強い。単発で抑えといて、さあ集中、手間かけさせやがって。回避見て射撃、回避してるんだよなさっきから。タックルかぶせて、何してんださっきからこの人は。打撃を振って、マジかよ。独特すぎ戦い方、さすがにこれは耐える。うわすっごくグロすぎ、パンちゃんの火力どうなってんだこれ。打撃派に打撃合わせて、ソカツでかすぎ。ライジングいきましょう。
いや、お相手さん、このパーティーに負けたらやばいですよ、マジで。まあキャラチェン回避しときましょうか。いや、キャラチェンだけしといて、面切っちゃおう。タックル、俺が貴様を倒す。オッケー。まあ打撃圧引けないのはちょっと渋いですが、まあ究極でいいでしょう、とりあえず。いや、必殺でもよかったか。タネといて、必殺ぶっぱきそう。これ回避見て射撃、回避圧してる、単発で抑えて。いや、これマジでワンチャン勝てるぞ。交代ムーブ釣れるんだよな。何してんだこの人は。さあさあさあ、まあウルベジ君の特殊からつなげていきましょう。いいもんやるぞ。石腕がワンチャン出てくるんで、とりあえず必殺ぶち込んどいて。さあ、打撃キャン釣れたらでかいですね。オッケー、でかすぎ。いいよ、マジで。お相手さん、本当にこれ負けたらやばいよ。ちなみに、さあ打撃打って、まあここは結構痛いと思うんで、究極いっちゃいましょう。終わらせちまうぞ。いや、ワンチャン飛ばさないかな。頑張れ。真っ二つだ。いや、惜しい。開発してるんで最速取りたい。交代ムーブ釣れない。タックルかぶせて粗活。この人マジで俺に負けちゃうよ。本当の戦いはこれからだ。まあ究極でいいかな、とりあえず。スーパーベジータだ。オッケオッケ。ファイナル頑張れ。ファイナルフラッシュ。速回避を見。いや、渋いな。これワンコンでキラベジ死ぬもんな。しかもさっきのパンちゃんの必殺でウルベジ君のね、踏ん張りはなくなっちゃってるんで。タックル入れ込み来ないかな。危ねえ。単発読み。お、何してマジで負けるぞ。お相手さん大丈夫か。ここは外して射撃打って、まあ必殺で。覚悟はいいな。オッケー。さあ打撃キャンでもう一回連れてほしい、お願い。でかすぎ。マジであるぞ。これ勝ったらやばいぞ。さあ、そこは出てきた。これ落とせるでしょ。頑張れ。もう一枚、もう一枚持ってこれる。ナイス。キャラチェン回避しましょう。早速取れる。ソカチ行くしかなくて。オッケー、入った。え、これ踏ん張り切ったっけ。いや、ちょっとこれライジング打ちたくない。ライジング打ちたくない。打っちゃった。踏ん張りの皮を剥がし、あれ勝ちました。え、お相手さん大丈夫かな。すごい名前でしたし、なんかお相手さんのプレイもなんか入れ込みとか回避圧とか、あ、なんかすごかったんですが、どういう気持ちなんでしょうか。まあ最後ちょっと性格悪い感じになっちゃいましたが、まあまあまあ、そういう日もあっていいでしょう。対戦ありがとうございました。ということで、今回はキラベジーかっこムキムキベジータで暴れていきました。まあ全然強くはなかったんですが、因縁のキラベジを倒すことができましたし、まあとんでもない名前のお方もぶちのめすことができたんで、よかったですね。それでは今回はこのくらいで終わります。では、合わせてこなかった。タックルかぶせて。おっと、何をしてるんだ。さあ、ここは泥足2段階のウルベジ君で殴っていきましょう。キラベジ何もしてません。もうあなたは裏で見守っててくれるだけでいい。もう何もしなくていい、あなたは。オッケー。さあ、射撃引けた。これキラベジまだ面切ってないよね。オッケー、特殊。ナイス、神、手札神。さあ、射撃打って、これはキラベジ君の究極で落とせるんじゃないの。さあ、行きましょう。落とせ。そこだ。これ落としたらもう大活躍。ナイス。